来ました、スカルトルーパーゴールディング、ありがとうございます。バキューバキューのレジ君です。ということで本日も、最新のアップデートが終わったということで、レジ君探偵団調査していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まずは返品リクエスト、こちらですね。リクエストを送信ってやると、これ使った人とかも今復活してると思います。ゼロだった人も。僕はね、今まで一回もノークレームノーリターンでやってるんですけども、これからはなんと1年経ったらまた3回リクエストできるようになるみたいです。ということで、新しい情報その1、ででんヒーロースキンですね。こういうのですね。こういうなんか真っ白とかにみんなするの流行ってるじゃないですか。これね、今までアリーナ競技シーンで使えなかったんですけども、なんと今回のアップデートでこちら使えるようになってるとの情報です。ヒーロースキンのファンの皆様、お待たせしました。そしておめでとうございます。はい、お次は、クリエイティブ部門ということで、めちゃくちゃ新しいアイテム見てくださいよ。こちら信号リモコン D、 なんかいろいろレア度がありますね。これはなんかなんて言うんだろうね、この信号リモコンマネージャー、なんかまあクリエイティブの仕掛け、新しくいろいろできるようになりましたよーという感じですね。そしてこれキャラクターの仕掛けっていうのがあって、これ前からありましたか？僕初めて見たんですけど、見てください、スキンをいろいろ変えれるんですよ。これ僕結構クリエイティブやってるんですけど、初めて見ましたね。めっちゃ嬉しそう君。はい、ぜひいろんなスキンがあるんでね、やってみてください。そしてクリエイティブにご覧ください、エキゾチックが初めてじゃないかな、追加されたの。チリチャグスプラッシュが追加されました。おめでとうございます。すごい、かけてみようこれ。おー、はい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 、まあチリチャグスプラッシュですね。あとですね、こちらシャドウフロッパーもなんとね、クリエイティブにも追加されました。はいはいはい、まあこれを使ってね、いろんな新しいステージちょっと今考えてます。ぜひ作るんで楽しみにしててください。そしてまだクリエイティブ部門、こちらアーマードウォールもね、追加されたということで、クリエイティブでアーマードウォールを使ってウォールマリアをね、作っていきたいと思います。すごいな、あ、気持ちいい、いいですね。これちょっと練習にいいんじゃないのかな、このアーマードウォールのなんか使う時の練習、ぜひやってみてください。クリエイティブです。はい、お次はこちらですね。インポスターズがとうとう喋れるようになってるみたいなんで、早速ね、潜入調査していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、お、なんか早速ありますね。希望の役割、インポスターになることを希望する、エージェントになることを希望する、どっちがいいかな。まあ、エージェントかな、喋りたいからね俺。確実に選ばれるわけではありません。だってみんなだってインポスターになりたがるでしょう。さあ、ということで、かっけー金色のスカルトルーパー、喋れるようになって、投票タイムかな、抜けたんだけど、早速2人もふざけやがって。ちょっと喋りたいんで早速呼びましょうか。こんにちは。いやー、すごいかっこいいスカルトルーパーの金色。ということで、喋れるのか、まだかな、まだかな。どうもー、皆さん聞こえますか？こんにちはー。聞こえてないです。さあ見てください、キンスカルです。すごいのんきですねーのんきですねー。はい、続きまして、グラトーの現在の状態です。ちょっとね、この間だからね、ちょっとずつ水が下がってきてるんですよ。実はこれグラトー、ここね、前あった町なんですけども、今もうほら足がつくくらいよ。これこのまま行ってブルータスのね、骨もね、取りに行きたいと思います。紫のカラスもこっちを見ています。よろしくお願いします。さあ、ということで、お次はですね、どうやらラマが脱走するようになってるみたい。ラマ、これまでさ、囲って倒すみたいなセオリーがあったじゃないですか。しかしこれからは囲ってもそれを噛みちぎるみたいな話を聞いたんですけども、どうです、どうです。あー、ガセネタでしたねー。やばい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 、あぶね、え、あら、ちょっとチャグキャノンが出てきましたね。もしかしてチャグスプラッシュじゃなくなった？これ僕今バトルラボで来てるんですけど、もしかしたらソロだったら違うのかな。ちょっとこれコメントで教えて、みんな検証してみてください。僕ラマ見つけるの1時間かかっちゃって、これ以上無理です、ごめんなさい。はい、お次は現在のスローン博士の場所なんですけど、今ね、リテルローにいるんですよね。
これめっちゃ嬉しいな。僕リテールによく降りるんで。てかなんならさ、これあるじゃん、タレット。タレットで分からせてあげようぜ。今週1週間はこんにちはって降りるでしょ、からのあーお疲れ様でしたーって。めっちゃええやんタレット。オッケーってな感じでタレットでまあまあすぐ倒せますね。そしてスローンのバーストアサルトライフ継続ですね。あとリーコンスキャナー結構チャレンジとかで出てこない時あるじゃないですか。あのスローン博士倒すと絶対落とします。これちょっと言うの遅くてごめんなさい。ってな感じでスローン博士の現在地でした。現場から以上です。はい、てな感じで最新アップデート情報でした。新武器とかフォートナイトメアとかいろんなねデータは積み込まれてるんで、実装され次第また動画にしていきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、祝よろお願いいたします。お疲れ様でした。